おけキは、かつて、愛知県刈谷市銀座4丁目23にあったおけ屋。かつての店名は、おけキ商店であり、後に、おけキン翼店となった。建物は2015年に解体された。半裸でおけを製作中の職人刈谷市の中心市街地である、銀座地区の銀座中町商店街の中に、昭和初期に、おけ職人の内藤保子太郎が、おけキを創業した。 現在の三菱 UFJ 銀行カリア支店の東側である。今の若い人はオケなど知らないだろうが、かつては水や湯を汲んだり貯めたりするための木製の桶が各家庭に常備されていたのである。ホコ太郎が亡くなると、次男の内藤信夫がオケ金の後を継いだ。戦後の高度経済成長期には相次いで住宅が建設され、 信夫と妻の内藤かな子はトラックに風呂桶を積んで走り回った。夫妻は年中無休で働き、年末には床に入る暇もなかったという。ただしステンレス製の風呂桶が普及すると注文が減少し、いつしか商店街のアーケードも撤去された。商店街は郊外型店舗に客を奪われ、一帯はマンションが並ぶ住宅地となった。2010年に信夫が死去すると、 オケキンは開店休業状態になってしまった。かなこは、カリア氏が主導する再開発に合意しており、オケキンを含む商店街の跡地には、カリア市再構想の32階建てのエクセルグランで、カリア銀座タワーが建つ予定である。娘向子の原康博はブログで4代目をケア金之助を名乗り、銀座商店街の行く末を生暖かく見守っている。 2015年2月から3月には原が主導し、昭和黄金期の物品を集めた、オケキンギャラリー風の時代終幕、ありがとう銀座なカ町が開催された。2015年後半には、オケキンの建物が取り壊されて、さらちとなった。仮屋市郷土資料館には、オケキンの商標が取り付けられた園外が展示されている。ありがとうございます。